が担当する、うん、そうだね、じゃあ俺やるよ、うん、ちょっとつなげといて、あ、全然つなげといて、うん、やっぱこの結城のこの空気感っていうのもね、うん、本当に皆さん肌で感じてほしいんですよね、うん、クールだからね、クールや、うん、何かあるんだろうね、楽しみだけどな、結城はもうバニラからね、うん、やっておりますから、これはそう、うん、歴は長いよ、まあでも S だからね、うん、ここはクラブ S 的ホストの参加、うんうんうん、何でしょう、教えてください、はい、おバイブレーション、バイブレーション、バイブレーション、うん、どういったこと、これはこれはそうだね、あの、まあ、よくさ、うん、まあ今井オーナーが、うん、バイブスって言ってるじゃん、バイブス、いろいろバイブス、バイブスって元となるものってバイブレーションなんだ、あ、そうなの、俺の中でそう思うんだけど、うん、やっぱりその根本を突き詰めなきゃ、うん、突き詰めなきゃいけないから、うん、まあ、バイブレーション、まあ、今井花 の、うん、あの気持ちを組んだ感じ、 S ですからね、うん、オーナーは花さんですからね、そうだから歌劇がバイブスって書くかなと思ったけど、うん、でもここちょっと書いちゃった、ね、なるほど、バイブレーション先に取ってやったみたいな、うん、ちょっと争いがある、うんうん、これでもオーナーはバイブスってバイブレーションじゃないよって言ったらなかなか違うんだよね、ねいや俺書いてえから、ね、なんやろな、過激を、まあ、ちょっと決めるか、バイブレーション、ね、さっきの好きっていうのすごかったですね、過激さんも、そうや、コメントがね、すごかった、好きがふわーって、うん、好き好きって、これ画面見ながらも言うてるやろな、うん、好きよね、うん、これや、お、できた、ああクラブエステキホストの三原則、うん、過激バージョン見せてください、どうぞ、うんうん、シマウマ、服がそうやもんな服がもう、こう全部上がらやから、全部シマウマ、あ、全部上がらやからね、いや、クラブエースで言うせやないか、おー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 、それでシマウマ、え、取ったんやん、上手やな、ほら、いいな、なるほど、でもこのクラブエースというこの S の中にはもう過激が入ってると、うん、そうや、もう自信がすごい、そういうことか、うん、まあ、要はシマウマってまあ俺のことやねんけどさ、うん、まあ、まあ派手でなんぼやっちゅうことやな、なるほど、うん、ホストはいいやんか、もうそう考えたらもうバイブレーションわけわからんなバイブレーションいいよいい、バイブレーションいいと思う、プロデューサー、コスパチェック、コスパチェック、コスパチェック、みんな勉強になったんじゃないですか、ね、では素晴らしいんじゃないですか、うん、なぁ、原則しまう、犯人らしいね、そう、よく良かったと思いますよ、うん、なぁ、みんなもなんかプレゼントいっぱいくれてはるわ、ね、すごいなぁ、間違いで感じて、でこれからみんな、しまうまのも入れた方がええんちゃうか、あ、もうそこにいな、しまうまね、そうや、そこ表があるでしょ、間違いなく、あ、そうや、表としまうまやで、あ、ほんまや、動物的戦いがここで、うん、繰り広げられてる食の装飾、シマウマは今日には勝てないよ、うん、あら、なるほど、うん、シャンパンタワー来てる、シャンパンタワー乗ったりな、大陸乗ったりで、そこサキルさんからシャンパンタワーかわしたな、サキルさん、ありがとうございます、いや、サキルさん、サキルさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、乾杯でございます、嬉しく思います、嬉しいね、非常に嬉しく思います、うんうん、すごいな、いや、すごいすごい、これをでもさ、うん、ホスト三原則っていうのをさ、ユウスケとかラオまでにも聞いてみたいもんな、確かにね、なんて答えるやろうな、うん、今後だから来てもらってね、そうやね、ユウスケが何を考えてるとかで分からへんもんね、はい、どんなことをこう思ってこう取り込んでるとか、なんかおしゃれなこと言うかな、言うと思うよ、うん、ラオマルはもう一生懸命ね、そう、何でも頑張るから、ラオマルトラって感じじゃん、そうですね、トラから衣装がさ、そんなトラックは、うん、そうかよ、うん、じゃあもうあのせっかくなんでね、まあ、VIP 様もかなり、ね、ご覧になっていただいてますので、うん、そのもてなすのがやっぱホストの役目だと思うんです、うん、ですからあの今ご覧になっている方々でですね、うん、こんな接客してほしいというのがあれば、うん、ぜひ教えていただいて何なりとお申し付けください、うん、特別ですね、はい、なんか言ってほしい言葉があったりとか、うん、そうそうそう、もう悩み事があったりとかしたら全部このホストが答えますので、うん、え、何なりとお申し付けください、うん、ね、
どん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 入ってきますよ。早速来てます。過激さんの歌多いですよね。ああ、歌ってっていうのが。歌って歌って歌って。そうやん。プロポーズ。プロポーズもあるしね。あ、歌多いね。歌多いね。勇気に歌ってほしい。歌うか。おお、じゃあせっかくなんで。何を歌うんかっていう話やな。そうやな。何を歌おうって話だな。結構まあ接客でも、うん、放送でも歌ってるからな、ね、いろいろ、うん、何がええんや。ひだまりの歌。ダークナイトって去年舞台で歌った。そう、歌劇がレインブルー、レインブルーって。甘い感じ、甘い感じ、甘い感じな。そう、甘い感じの、まあ、ちょっと夜もね差し掛かって、うん、そうだな、うん、ちょっと落ち着いた曲だ、うん、そうやな。ああ、どうしようかな。ちょっと考えるから、その間に他の、うん、ルイと、そういう勇気も。他の席から。そうやな。うん。うん、だから、歌劇は歌うと、いうことで、決定でいいですね。なんか歌う。あとは、じゃあ、勇気に困難してほしいとか、ルイに困難してほしい、もしくは悩んでるから相談してとか、こんな言葉言ってほしいだとか、そういうのもね。うん。これは見つめてほしい。見つめてほしいってあったね。見つめてほしい。輝いてほしい。ゆうきさんも間が。やっぱそうやね。ゆうきはやっぱ見つめてほしいな。そうやな。うん。輝きくださいの方で。そうね。明日への活力。明日への活力が出る言葉を見てほしい。頭なでなで。それね、それはうん、なんかいいですね。そういうのも。そういうね。じゃああれじゃない？明日への活力が出る言葉をささやきながら、うん、そうだね、見つめたらいい。ああ、もう全部言っちゃうの、うん、見つめながら、そうだね。うん、オッケー。いいよ、ルイは。じゃあ次、ルイはどうですかね。うん、これで脱げ言われたら、また脱がなかった。そうだね。うん、脱ごう、筋肉見せよう。筋肉を見せろ。じゃあどこの何の筋肉が見たいか書いてある。いや、そんな詳しい名前知らんよ。大胸筋とか、それ上腕二頭筋とか、なんかそんな。どうや。やっぱりあるな、それぞれやっぱ違うねんな、やってほしいことって。知的な面を見たいっていう人もいるな。そう、ルイこうやって筋肉ばっか出してるけど、実はそうやねんな。実は知的な部分もあるからな。そうやな。そう。そういうのもええかもしれんな。上腕三頭筋を見せろ。あえて筋肉。いいですね。背筋とかもあるね。背筋。上腕二頭筋。上腕二頭筋はどこの筋肉なの？上腕二頭筋はこの力こぶの。力こぶなんですね。なるほど、なるほど。僕ね、ここすごいです。上腕三頭筋多分、バレーボールずっとしてたんですよ。でここの大きさは、すごかったです。マジ？いや、その上腕三頭筋を見せながらの何か接客をどういう何かすればいいんじゃないか、うん、なるほどね、うん、さっきなんか知的に筋肉見せてって混ざったやつが書いてあった。知的に筋肉見せるって、ちょっと結構なかなか俺らには用できない、うん、その技、ね、アタックしてたって今。アタックね、アタックしてはないけど画面から消えるような一回消える飛びますよ、画面から音も鳴ると飛びますよ、うん、うん、ルイは垂直跳び何センチあるの？僕は80ぐらいですね。もう違うな。80やって、すごい。いやいや、筋肉相撲してぐらいって言われた。一人でそれ一人で筋肉相撲でもピン芸みたいになってもんね。じゃああれでいいんじゃないの、そのルイは上腕三頭筋を見せながら知的な一言。知的な一言。OK、うん、です。いけるそれで。そうしよう。ね、すごいね。うんうん、だから勇気はもう見つめて明日への活力を支え合えて、うん、で次ルイがやって上腕三頭筋で知的な一言、うん、で歌劇に歌ってもらう、うん、っていうのでどうでしょうかね、お客様。